おはようございます。釣り子 TV です。結構この冬にね、いつ発売かなってすごい楽しみにしていたルアーが、ついに釣り具屋さんに並んでましたよ。今勝のですね、マジックスプーンっていうことで、ワカサギマジックスプーンですね、これ名前が。価格がですね、1個1430円、キャスティング税込みってことですけども、これね、キャスティングで買ってきたんですけども、今ね、お近くにキャスティングがあったらですね、3月のね、後半までですね、PayPay で買い物するとなんと 20% オフになるっていう、なんかすごいね、PayPay のキャンペーンとね、コラボしてやっていて、すごいね、お得にルアーが買えるんでね、何か欲しいルアーとかね、3月バンバン出てきたりしますんでね、キャスティングでゲットできるとかなりお得に、ルアーが買えちゃいますよ。本日はですね、これ買ってきていました、ワカサギマジックスプーンということで、スプーンですよね、こんな感じのパッケージに入っていて、裏にはもう説明書きがね、いろいろ書いてあるんですけども、早速開けていきたいと思います。1月にね、出ていたルアーニュースの動画、ね、実況動画で、このね、ルアーでもめちゃくちゃね、コンディションのいいバスがボコボコに釣れているっていうのを見てですね、いいなと思ってね、出たら買いたいなと思っていたんですけども、ついに、はい、こんな感じ。カラーリングもね、こんな感じで綺麗ですね。シンプルなね、シルバーとかね、ゴールドなんかもあったんですけども、こういう感じのね、ちょっと青が入ったような、こういう感じの色をね、選んでみました。裏を見てみると、ね、こういうボコボコのディップル加工がね、施されていて、これにも意味があるみたいなんですけども、肝はこう、センターバランス、ね、真ん中のあたりに、このね、中心のあたりに、バランスがある、左右ね、均等なバランスが施されていることによって非常に魅力的なビラ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 っていうね、フォーリングがね、水平にこうビラビラビラってね、フォーリングしていくっていう、これによって、中層のこうベイトフィッシュの塊に、ついているデカバスね、なかなかね、攻略が難しいっていうね、イメージの、そういったね、まだ誰にも釣られていないような、バスが面白いように反応するかもよっていうことで、これがね、ぜひね、一個欲しかったんですよね。使ってみたいところはですね、結構房総のリザーバーとかで、その、ワカサギのね、放流なんかがされているところで、冬場なんかに魚群探知機をかけてこうバーっとね回っていくと、そういうワカサギの塊みたいなのが映って、で従来だとそれを攻略するのに自分だと、アラバマリグとかをね今まで使っていたんですよね。アラバマリグをそのベイトボールの中に中層で横にこうバーって通して、でそのちょっと下にいるデカバスを食い上げさせるっていうか、そういう感じでね、そういう魚を攻略していて、ただね、アラバマリグが使っちゃダメだよなんて湖もありますし、ね、大会の時にね、アラバマリグ使用禁止とかね、そういうルールも、たくさんあったりするので、なんとかね、ワカサギの塊がいて、で、それについているバスに効果的にね、アピールできるルアーがないかな。例えばね、レンジを合わせてミノをそのレンジで泳がしたりして食い上げさせるとか、いろいろね、やり方はあると思うんですけども、何にしろね、1月の、ルアーニュースのなんか実況動画を見ていて、関東でもあの状況でこういうのビラビラって入れたら、思わず下からバーンってね、食っちゃうんじゃないかなと思って、ぜひね、買ってみたかったんですよね。なんで、もう3月なんで、だいぶ魚もね、シャローに上がって、また違うバスを狙い始めるんで、どうだろう、出しどころあるのかななんていうのもね、思いつつ、でもね、ビッグスプーンって結構、一年中ね、タイミングで入れると、ね、釣れたりするっていう
ね記憶もあるんで、これはねぜひ1個買っておきたいなと思ってね、それでもってね、買ってみたわけなんです。で、このね最初に出たロットは針がね遊戯製のすんごいねいい針がねついている。これがねあの動画とかでもやってたんですけども、次回以降のやつはもしかしたらね針があのフッ素加工してね通常のやつになるかもよみたいなねやつも、どこかで見たので、この初期ロットのね、針がついている、ね、この流儀のやつ、これはねなかなかお得ですよ、そんなアナウンスもありましたね。なんでまあ、1個買ってきてみました。じゃあねこうパッケージの裏にいろいろその肝が書いてあると思うんで、それもちょっと見ていきますね。新コンセプトのメタルジグスプーンワカサギマジックスプーンはメタルジグのスピーディーで、明確なボトム操作性とビッグスプーンのトリッキーでアピール力のあるフラッタリングアクションを兼ね備えたハイブリッド、ジグスプーンです。細身でエッジの効いたボディはラインテンションを張ると、高速スライドフォールし速やかにボトムに到達、明確な底取り感を発揮します。そして独特の R を持つボディはハイリフトすると高く浮上し、そこからテンションを抜いてフリーフォールさせるとハイピッチロールしながらジグザグにスライドし中層のパニックベイトを演出します。中層では、独自の逃げ惑うパニックアクションでビッグバスの、狩猟本能を刺激、ボトムではショートリフト&スライドフォールでリアクションバイトを誘発、ビッグスプーンの中層トリッキーアクションとメタルジグのボトムリアクションの合わせ技で魔法のようにバイトを誘発する、新感覚ジグスプーン、それがワカサギマジックスプーンコンセプトです、ということでね、こう裏に、そういう説明書きが書いてあるんですけども、この水平にビラビラビラって何回もそのね落ちることによってどうだろう、あの水中見たわけではないんですけども、イメージとしてはそれにびっくりしたワカサギとかがバーンってこう、いやなんだなんかやべえぞって言って散って、そのパニック散ったタイミングで、下に狙ってる狡猾なバスがしめしめなんか大変なこと起こってるぞ、ずさくさい紛れて食っちゃえっていうね、そういうイメージで食いつくんじゃないかなっていうね、まあ釣ってるわけではないんで予想で、アラバマリグなんかもそれを横からこうワカサギの群れの中にあの塊をボンってぶつけることによってワカサギが多分一時的にバーンって散って、でそれに思わずあその真ん中になんか変な食べやすそうなルアーがいっぱい泳いでるぞって食いつくっていう印象なんですけども、それを単体でこうベラベラベラってね、巻き起こすんではないかなと思っていて、でそういうところで使ってみたいな、ね、そういう釣りには、まあ、魚群探知機とか持ってってね、でああいい塊映ったななんていうとその塊にめがけてねイメージとしては、投げつけるっていうそんな使い方で使ってみたいな、ね、でそういう時にね結構張りのある感度の高いロッドにフロロカーボンラインとかねつけて投げるとそういうワカサギにヒットしてるのが多分わかると思うんですよね。コリッコリンコリン、これはあの海の例えばこの城パターンなんかやってるとね、すごいよくわかるんですけども、この城とかにあえて巨大なルアーをねぶつけていってゴン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 ね、たまにその例えばこの城パターンだとこの城引っかかっちゃったりするんですけども、そういうのに引っかからずに泳ぎ切った時にね大概、狡猾な巨大なシーバスがねその中心にいるルアーに食いついたりっていうのはね秋口の、まあ、海の釣りですけどもよくね狙ってやってるんで、それをワカサギ&このルアーで伊豆的にね起こすことができたら、たまらずバスもね、バイトしちゃうんじゃないかなっていう、ね、そんなところで出してみたいなと思ってね1個買ってきてみました。まあ大体、9から10メートル前後の、中層とかを気持ちよく攻めるのに絶妙なバランス設計だよなんていう風に動画の中でもおっしゃってたんで、そういうタイミングねこうバーって走って大中層にいい群れ映ってるねなんてのを見つけたらね、ロッドにセットしといてポイってね入れてゴリ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 ビラ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 パコーってね食わしてみたいなとかね、そんな感じで買ってきてみました。はい、というわけでね、いよいよもうね釣り具屋さんに並んでるんで、これ見かけたらね1個はお守り的にボックスに入れておいたらいいんではないかななんてね
思いますけども、はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、今勝からね、3月に新登場した期待のね、スプーンルアーですね、ワカサギマジックスプーン、これをね、一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。